せミスプリ目指せグランプリ娘にはパパの、ママにはママの、娘には娘の専属執事。そんなセレブたちの密かな流行は、執事派遣会社の誕生によってどんどん広がり、ついに日本は史上空前の執事ブームを迎える。執事に仕えられることは今や全国の乙女の夢であり、お嬢様のステータスなのだ。そんな時代の流れに合わせ、あるコンテストが開かれるようになった。ミス・プリンセス・コンテスト、通称ミスプリ。6歳から15歳の乙女たちがミス・プリンセスの称号をかけて競い合うこのコンテスト。出場資格はただ一つ、執事に仕えられていることだけ。私、姫岡心、中3。小さなカフェをやってる家で育ったごくごく普通の一般庶民。そんな私には10年越しの夢がある。それはミスプリでグランプリになること。10年前、ミスプリグランプリ確実と言われた友達がいた。その人の名前はアンナ。当時15歳だったアンナはその年がミスプリに出場できる最後の年だった。だけどアンナはグランプリにはなれなかった。最終審査会場で私をかばって怪我をしてしまったから。だから私はアンナに約束したの。アンナの代わりにグランプリを取って、グランプリの証であるティアラをプレゼントするって。アンナとの約束を果たすため絶対グランプリにならなくっちゃ。実はね、その時のおばあちゃん、執事派遣会社バトラーのオーナーさんだったらしくて、助けたお礼として私に執事を貸してくれるって。今日おばあちゃんに会って執事を紹介してもらうんだ。ってことで今から行ってくる。お前が姫岡心か。え？あ、はい。そうか。クリュウィン・ヨーダ、マダムを助けてくれたこと礼を言う。高塚高雄、秋月純平と申します。
可憐な姫にお仕えできること、この上ない幸せにございます。イッティ・モモタだよ。モモって呼んでね。わあ、これが本物の執事。みんな素敵で、誰か一人なんて選べないや。姫岡心です。今日からよろしくお願いします。元気だけはあるみたいだな。だがお前には到底無理だ。お前のような猿が本当にグランプリになれるとでも。何よ、庶民の私はそんな夢を見てもいけないの？当然だろ。身の程知らずにも程がある。なんと言われようと必ずやり遂げるんだから。ねえねえ、じゃあとりあえずさ、レッスンしようよ。ね？はあ？そんなの時間の無駄だろ。試してみないとわからないでしょ。マダムがあれほど目をかけるのです。うちには大きな輝きを隠しているかもしれませんよ。じゃあ決まり。行くよ、心。よーし、君の頭にどんどん知識を詰め込むよ。お願いします。うまい、その調子。うまい、もっとたくさん読めるといいね。なんだ、全然上手だよ。心やる。全然ダメだな。このままじゃお前に使えることなんてできない。せめてお前が一レベルまで知性を磨けるなら話は別だが。よかったですね、姫。ようからレッスンの許可がおりました。え、今のってそういう意味だったの？レッスン時にはどうぞ我々4人の誰かをお選びください。俺はパス。あんたらで勝手にやった。わお、カオルちゃんってば相変わらずマイペース。では我々3人からお選びください。いつでも姫をお待ちしております。レッスンを頑張らなきゃ。
手当たり次第に本を読め。まずはそこからだ。お願いします。そうだ。これでどう？やるな。グランプリはない。その調子で頑張ることだ。今日のレッスンは悪くなかった。だがこの程度で満足はするなよ。ここは知識の宝庫。姫の教養もおのずと深まるはず。お願いします。これでどう？お上手です。お上手です。お上手です。素敵ですよ。この短時間で姫は随分と賢くなられたようだ。姫は飲み込みが早い。教えててとても楽しいですよ。
君の頭にどんどん知識を詰め込むよ。お願いします。手当たり次第に本を読め。まずはそこからだ。お願いします。
ど。教養なくしてグランプリはない。その調子で頑張ることだ。今日のレッスンは悪くなかった。だが、この程度で満足はするな。ドンマイ。もしかして退屈？
枚。ねえ、何か話そうよ。どんまい。ここは知識の宝庫。姫の教養もおのずと深まるはず。お願いします。素敵ですよ。これでどう？お上手です。お上手です。素敵ですよ。素敵ですよ。お上手です。
ですよ。よかったですよ。これで少しは姫の知識も増えたはずです。覚えることはまだまだある。教えがいがありますね。Thank you.
君の頭にどんどん知識を詰め込むよ。お願いします。その調子。うまい、うまい。その調子。うまい、うまい。その調子、その調子。うまい、うまい。今日はここまで。次はもっとたくさん読めるといいね。
前とこうして話すのは初めてだな。俺様との会話だ。楽しんでいけ。何してる？おい、何してる？何してる？おい、何してる？この時間でレッスンした方がマシだったな。
Thank you.
今のあんたなら何を読んでも勉強になるけど。お願いします。ナイいいね。ナイス。あんたの今の成績ならここまでできればいい方だよ。
リードするから、ちゃんと僕についてきてね。頑張ります。飛ぶよ。飛ぶよ。あっちゃー。そこだよ。飛ぶよ。飛ぶよ。そこだよ。飛ぶよ。背筋を伸ばして。そうです。では参りましょうか。頑張ります。そこです。そこです。大怪我は飛んで。そこです。飛んで。飛んで。そこです。
場と気持ちを合わせて、まずはそこから頑張ります。そこそこそこ飛んで、そこ飛んで、飛んで、ロジ、そこ、ロジ。じゃあ、俺はこれで。なに？何もないなら、これで。あんたってストレートなんだな。こっちの話だよ。それでアンドロイドって聞いてあんたはどう思ったわけ？それはどうも。もういい？じゃあ、俺はこれで。変な女。まだ何か。別に興味ない。時間の無駄。まずは馬と心を通わせろ。よし、始めるぞ。頑張ります。そこそこそこ飛べ。
すごい。